はい、では続いて雷を書いていきましょう。雷は、まあ、光の表現になるんですけど、雷って結構実際に肉眼で見れることが、まあ、まずないので、結構アニメーションの書く物量としてはかなり少ないんじゃないかなと思います。まず1フレーム目にちょっと雷っぽい感じを描きます。太い線と細い線でこう混ざってると、ちょっと電気のその線っぽさって言えばいいのか、電気の線っぽさみたいなのが出ていいんじゃないかなと思います。で、次のフレーム、基本的に電気はその電気が発生する部分と着地する部分っていうのは、電気の理論上同じ、理屈上同じっていうのかな、になるので、この辺は陰点とアウト点をずらさないっていうのは一個ポイントになるかなと思います。前のフレームと動きがあまりに、動きを別々な書き方にしてもいいけど、ある程度このS 字の動きに沿って次のフレームも S 字になるようにすると、まあアニメーションとしては滑らかになるんじゃないかなと思います。ただ雷って滑らかにすればいいってわけでもないので、多少遊びながら、ただその陰点とアウト点はずらさずに書くっていうのがポイントかなと思います。で、正直雷、まあ電気、雷だったり電気系のものっていうのは、一回書き慣れてしまえば非常に最初の段階では書きやすいエフェクトになるかなと思います。ただ結構意識を持った電気だったり、ちょっと魔法系に近い電気とかっていうのは、その電気を実際に観察して動かすっていうことがなかなかできない素材でもあるので、かなりその辺は頭の柔らかさだったり、もの作る時のそのクリエイティブ能力みたいなのが必要になってくるんじゃないかなと思います。ただ書いて楽しいっすね。ちまちま前のフレームを見て書かないといけないとかっていうのが全然ないので。例えばこれはインとアウト、頭とお尻を必ずくっつけるような形で書いているんですけども、ずらすこともいいと思います。ただずらすにはどっちかを固定させて、こっちが下側だけ動かすとか、ちゃんと上はこっち側に動く、下はこっち側に動くっていう方向をしっかり決めた状態で書くのがまあいいのかなと思うんですけど、ただ何度もちょっと言ってるようですけど、エフェクトは結局エフェクト書かれる場所、実写なのかアニメーションのキャラクターに対して書くのかなど、それに応じた動き方をしないといけないので、そのあたりはそこに従って書くのがいいんじゃないかなと思います。
こういう感じで謎の太い線を入れてしまうっていうのも一個手かもしれないですね。ちょっと難しいな。こういう感じでわけわかんない太い線を入れても意外にいけたりするんですよね。実際にこれを再生してみましょう。するとこういう感じでちょっと下の方動いちゃいましたけど、いわゆるテスラコイルにこう電気が走っているような感じの表現ができるんじゃないかなと思います。ここに対してもう一つ面白いのが、電気って速すぎて見えないみたいな問題があると思うので、レイヤービデオレイヤーから空白のフレームを挿入、これをすることによってフレームとフレームの間に透明白紙のフレームが挿入されます。これをめっちゃすごい適当な感じで置いてみましょう。すると少し白くなったり色が描かれたりする部分が発生することによって、より雷の明滅感っていうのを表現することができます。でさらに印象的なカット、まあこれでもいいでしょう。これをレイヤービデオレイヤーからここのフレームを複製、フレームを複製っていうのをすることによって、僕はショートカット使ってますけど、フレームを複製することによって、わざと他のフレームレートと違う止まったように見せるというんですかね、ことをすることによって、より残像っぽさだったり、目にその光が焼き付いて残ったような印象を作ることができます。そういうのを繰り返していって、電気っぽさだったり、出せるんじゃないかなと思います。これがまず電気、雷系の素材一つですね。もう一つ書いてみましょう。もう一つがですね、より書き方としては抽象的な書き方になっちゃうんですけど、わかりやすく1点。まあ、陰点アウトっていうのは変わらず、1個線を引きます。細めの方がいいかもしれないですね。今から雷が落ちますよっていう最初の線を適当に引きます。その後に、もう1本ぐらい入れとこうかな。ちょっと形は似てるけど、形はちょっと違うんですけど、まあ、同じポジション、同じ太さくらいのやつを2枚描きます。で、その後は、まっすぐ1本。なんなら、もっと太くしてもいいかもしれません。ちょっとわかりやすく、もう、まっすぐな線を引いてみましょう。エッジは立たせつつ、消しゴムツールで削るっていうのもありですね。少し太
太くてがっしりとしたというか、一本引いてください。その後にもうデリートで塗りつぶしちゃいます。次のフレーム書きません。でさらに次のフレーム塗りつぶします。で次塗りつぶします。で今度は適当にこの何ツールっていうのかな、長方形選択ツールで、横線のボーダーを作ってください。これは、ね、絵で言うとこういう感じの線ですね。でさらにこの辺かな、こういう感じでボーダーの線を一応ずらします。さらにずらして線を引くと、で塗らない、で次のフレームを塗らない、さらに次のフレームを同じくこことここで雷をのギザギザを描きます。でさらに何枚か描いていきますと、でインとアウトは意識しつつ、なるべくだんだん細く弱くなっていくような感じで描いていきましょう。この辺は向きとかあのアニメーションの形とかは意識しなくてもいいと思います。細ければ細いほどいいと思います。一本線だとどうしても画力の差が結構出てしまうので、二本線ぐらい描いてちょっとこう厚、少しなんていうんですかね、線を複数描いているような感じにするといいのかなと思います。こうですね。でさらにこれらをさっきのように何枚かフレームを飛ばしながらこうやって残すと、っていうことをすることによって、すごいかなり強い雷が落ちたような演出になります。わざと真っ黒潰したりとか、この線を入れることによって、いわゆるデジカメとかで撮影するとフリックって言って横線が出たりとかするんですよね。特に明るいやつだったり、明るいものを突然撮ったりとか、フレームがすごい速いもの、光の明滅とか、そういうのを撮った時に横線が出るんですけど、それを人為的に出すことによって雷が急激に落ちたような演出を出せます。これなんかもう極端な話、作画、画力が一切必要ないので、なんならこれだけでも光の明滅っていうのは出せるんじゃないかなと思ったりとかしちゃうんですけど、そういうことをして雷の演出を出せるんじゃないかなと思います。雷の演出は以上です。次は魔法を描いてみましょう。